ジャガイモの収穫時期になりました。うわ、葉っぱがね、どうした。うわ、ほんとだ、全然死ねじゃん。何これ。あ、テントウムシダマシだね。テントウムシダマシ。あれ、これあれの再来じゃん。ジャガイモの収穫時期になりました。なってしまったんです。くいいね、楽天カード。今日で植えて3ヶ月と3週間なんで、時期的にはまあちょうどいい頃かなって思うんですけど、テントウムシダマシだいぶ草がやられてるんで、これも取ってしまわなきゃいけないかなって感じかと思います。というわけで、芋掘りの前に今日はテントウムシダマシについてお話しします。そもそも名前からテントウムシに似ているのでテントウムシダマシと呼ばれてますが、星は7つではなく、こいつは28個、28星テントウというのが正式名称で草食です。最もポピュラーな7星テントウは肉食なので、畑の小さい害虫アブラムシとかを食べてくれる益虫なんですが、こいつは草食で、しかもナス科の葉を好んで食べます。そうです、ジャガイモはナス科の野菜なんです。こんな風に葉脈を避けてさざ波状につけてしまいます。若い成虫はウリ科の葉も食べるので光合成が重要な、キュウリやカボチャなんかは被害が甚大になります。ちなみに閲覧注意ですが、これが幼虫です。どうやって駆除したらいいのかですが、テントウムシ類は殺虫剤を弾いてしまって効きづらいと言われています。まず葉の裏や株元をチェックして、卵や幼虫がいたらハサミで葉ごと切り落とします。成虫の場合は揺すれば落ちるので、カップなんかを用意して畑を見回るのがいいです。幼虫の場合、また株元などにはガムテープを使って駆除するのがいいかもしれません。殺虫剤ですが、成虫の場合は匂いを嫌がってつきにくくなる効果はありますが、他の畑に飛ばれても迷惑なので、できればこまめに畑をチェックして、幼虫や卵の段階で発見して使用するのがいいと思います。今回はもう手遅れですが、使う場合はこのトレモンという薬品がいいかと思います。オルトランやベニカなどいろいろ薬剤はありますが、うちの畑ではこれを使ってます。ナス類の場合はスミチオンやサイアノックスが有効です。まあ、今年は極力殺虫剤は使わない方向でやっていたので大量発生してしまいましたが、使い方は乳剤を水です薄めて霧吹きに入れて葉にかける感じです。薬剤を使う場合は事前に必ずラベルを確認してください。その距離、予防と対策ですが、ジャガイモの近くにはウリ科、ナス科の作物をなるべく育てないでください。テントウムシダマシはジャガイモからまず狙ってきます。で、ジャガイモを食べ尽くしたら他の近くの作物に飛んでいくので被害が拡大してしまいます。また防虫トンネルを使用することで成虫の飛来を防ぐことができます。もう取れました。え、あ、取れてた。結構大きいね。被害は意外と少なかったかもしれないです。顔芸。ちょっと面白い。